ク開始。はい、お願いします。最近になって YouTube にアンケート機能があることを気づいたんですよ。なんかさ、視聴者の皆さんにアンケートができるみたいなんですよ。向井美車なので、ちょっとアンケートをいろいろ作ってみてるんで、ぜひね、これをご覧の皆さん、アンケートを答えてもらえるとすごく楽しいんですけど、右上の方にさ、動画の右上の方に畳の囲い、なんかアンケートが表示されると思うんですよ。で、答えてもらえるとなんか面白いなと思ってるんですけどね。これ左の金の使い方が難しい。2分30秒、美濃囲い。やべ、まだ時間負けてんじゃん、なんか、これここついてみる。ちょっと受け身な感じで。ああ、なるほど、そこまでやらせといて囲うんですね。あ、ちょっとか。あのさ、アンケートさ、なんかその将棋に関する話題もそうなんですけど、別に将棋以外のね、話題についてもいろいろやっていこうかなと思ってますし、歩行動画のアンケートでは、まあ歩行動画に関するアンケートでもいいんですけど、別に何でもいいんでね、いろんなことについて聞いてみようかなっていうね。なんていうの、人々の趣向っていうんですかね、あなたはどう思いますかみたいなね。これはね、銀上がっていく手は一応あるんだよな。これ4五歩ってすると同型でさ、自動的にふんどしになってしまうっていうことがあるんで、あ、なるほどね。これ次4五歩としたいんですよね、きっとね。でもこれでいいんじゃないの。うん、でもこうだよ、同型で。これ角出てもさ、引く手ぴったりじゃないの。あ、そっか、ここになられちゃうのか。あ、そっか、構わずこうだな。さあ、時間がないので30秒ですね。これは6、8、角があるのか。でもそれ気につけばいいんじゃないの。あと飛車寄る。これはね、冷静に金を引いておきましょう。叩きでまた戻されちゃうのか。これはこうですね。この銀を活用していくという。さあ、時間がないので非常に苦しい局面を迎えております。次銀引いたりして、あと金をにじり寄っていくかな。これは角を一丁ここに打ちたいな。これはいい。これ手順に5三とが厳しくなったんじゃないのこれ。うん、5三とが次厳しいと思うんですけどね。この角がね、意外と追いにくいですね。しかもこの飛車もあんまり当たる、まあ6一飛車とかあるから。あ、時間が、これは無視だな。これね、時間的に不利だったんですけど、希望が出てきた局面ですね。これ厳しいですよ、これ。あ、どういう、なるほど。これでまあ、6五強者とかをやって、ごまかしていこうという作戦なんでしょうけど、これは切っちゃう手もあるが、別に切らなくてもいいような。1分。でも切るか。いや、これはね、これでこうやってね、ちょっと攻め駒を足しておくんですね。あ、でも、あ、そっか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 。やばい。まずい。そうなんだよな。取って銀取られて、ここはね、やっぱりせっかく打った角なので、まあ一回こう寄りますかと。で、角打ってきたら金で頑張ると。なんかちょっと今の変だったかな。これ取ってもよかったか。これはね、こうやってちょっと相手をおちょくるのがなんか変だな、なんか変だな。これはもしかしたら詰めろになってるかもしれないですね。てか詰めろ、多分詰めろっぽいですね、これね。ただこれ一回同銀、あ、詰めろになってないかな。同銀、同成桂、同桂。そしたら6二飛車があるのか。
うん、あとは大手ラッシュさえ気をつければそんなに不利な局面ではないと思うんですけどね。さあ時間が30秒、これはもうこれしかないでしょう。なるほど、これはね、まあ、これはこうですか。いやこれでね相手取るしかないだろ。これは金打つんだろうなきっと。あでも金打ったら、20秒、角だ角だ角だ、今でもいいか。え何それ、あ分からん。あーこれ銀取られちゃう。でも詰めろになってないからもう助かってるのか。分からんなんか変貌すごい変貌してるのが。あー分からん、腹銀やばい、これ負けだ、これ負けですね。え、あーそっかそっか、え金打ち、あ銀か、なんだよこれ、勝ってたよねこれね。まあでもまあ諸行ってのはそういうもんなんですよね。あこれ積んでない、あ積んでるか。おいしい将棋じゃった。はいはい、勝利はすぐそこじゃ。はい分かりました。さっきも言いましたけど、アンケート機能結構面白いと思うんですよ。アンケートで将棋の話題もいろんなねネタを使ってアンケートしてみようかなと思ってるんですね。なんかアンケートの結果がその視聴者の皆さんにも分かるみたいなんで、ぜひ動画をね見ていつも見てくださる皆さんね、ぜひ投票ポチッと押してもらえると、その1票がですねカチカチ加算されて面白いかなって。別に多数派とか少数派とか別にね、多数派になりたいとかいうっていうのかどうかその辺はちょっと分かりませんけど私はあんまり多数派に属するのは嫌いな人なんで、なんか多数派ってかっこ悪いっていうか、そのなんていう、少数派に属してた方がどちらかって言えば気持ちいい人なんですけど、別になんそれは人それぞれだろうし、まあ、別になんていうのかなまあいろんなこと考えてる人いるんだなみたいな、そういうのを知るだけでも面白いかなっていう、まあ、そんな感じですね。ありがとうございました。